よ。あれは、おい、おのれ。なんか用かよ。青のギャングだな。だったらなんだよ。ハルカはどこだ。あ、お前らがサイの河原から連れ去った女の子だ。頭おかしいんじゃねえか。知らねえよそんなガキのことは。俺らはホームレスを殴りに行っただけだからよ。やっちまうぜこいつ。さっきはちょっと暴れ足りなかったしな。一丁遊んでやるよおっさん。お前ら本当にハルカを知らねえのか。はい、俺らはチームでも下っ端ですから。でも白の連中なら何か知ってるかもしれません。白いギャングか。そうです。奴らならその辺にたむろってますから。本当すいませんでした。なあ、もちろんいいよな。すみません、勘弁してください。そんなビビんじゃねえよ。俺らが悪いことしてるみてえじゃん。おお、行きたいな。おお、あいつ。おい、お前。あ、そうですさ、行こう。逃げるなよ。おい、トライブ置いて切る。邪魔だ。
そう。おい兄さん。おお。待ちいな。なんだよ。やる気なくしたわ。なんかよ、ここはおじさんの来るところじゃないの。帰りな。下っ端に用はねえ。リーダーを出せ。断るって言ったら？お前らが怪我をするだけだ。面白え。やってもらおうじゃない。なんだてめえは。はるかはどこだ。あ、おっさん、わけわかんねえこと言ってんじゃねえぞ、おら。やんのか、こら。ふざけんな、親父。やろ、舐めやがって。おい、この親父ぶっ殺しまえ。遥をどうした。どこにやった。知りません。俺らはブラッディアイの連中に誘われただけで。ブラッディアイ。あ、赤いジャージの連中です。あいつらに聞いてください。どこにいる。劇場前の広場にデブラっていうクラブが。そこが奴らのたまり場っす。
桐生だ。伊達だ。警察におかしな動きがある。本庁の捜査一課に遥の捜査依頼があったらしい。一課にどういうことだ。詳しいことはわからん。ただ遥は誘拐の被害者ってことになってる。東上会とは別の組織が動き出したんだろう。キリュウ、奴らより先に遥を抑えるんだ。急げ。分かってる。いらっしゃいませ。ありがとうございます。いらっしゃいませ。アルカはどこだ。はあ、お前誰だ。知っててもお前なんかに言わねえよ。口の聞き方に気をつけろ。はあ、やるってのかよこら。お前がリーダーか。違います。リーダーなら下に。
こんなことしてタダで済むと思ってんのか。ハルカを返せ。さもなきゃお前ら皆殺しだ。兄貴面白いぜこいつやれるもんならやってもらおうじゃねえかよ。Hey!
てめえこんなことして死んだも同じだぞ。ハルカはどこにあった。知らねえよそんなもん。待って、どこだ。ハルカはどこだ。俺らは金で雇われただけなんです。雇い主は誰に雇われた。なんかのです。子供は地下街のラーさんのところに。ラウカロン。ラウさん、これは先ほどの祝杯に薬を入れました。キリュウさん、ダジマ組の皆さんは我々と対等のつもりなのですか。何、偽造パスポートに2000万。我々に敬意を払っていないからそんなことが言えるのです。だから我々は敬意を勝ち取るように努力します。キリュウさんにご協力いただいてね。あなたの死に方がむごいほど何よりのメッセージになるのです。では。遅くなったな、カズマ。おやす、足が。何、お前のためなら足の一本や二本。すんません。長いは無用だ。すぐに安全な場所に連れてってやるからな。奴がハルカを。ハルカは見つかったか。いや、まだだ。そうか。今、サイの河原のお前のアジトにいるんだが、詳しい話も聞きたいし、一度合流しないか。わかった。
来たか。どうだ、何か分かったことはないか。ハルカを連れ去った奴らはジャカの連中だ。何、ジャカだと。ああ、ギャングの奴がそうほざいた。ハルカは今横浜にいる。だとしたらここで準備する必要があるな。ジャカのことだ。何が待ち受けてるかわからない。キリュウ、準備ができたら声をかけてくれ。車で横浜に向かうぞ。あまり無茶すんなよ。横浜へ向かう準備はできたのか。そうだな。わかった、それじゃあ横浜へ向かうぞ。そうか、ガキを奪ったか。いい、今中華街の本部に監禁してます。これで例のお約束守っていただけるんですよね。おう、お宅のジャカには30で文句ないやろ。 30? じゃあ島野さんは70ってことですか。いや、うちは50や。なら残りの20億は。おう、来たか。なら紹介するわ。これが五代目近江連合の寺田いう男や。以後お見知りおきを。錦山のアホからガキの情報を持ってきたんがこの寺田や。残りの20はこいつんところや。そうでしたか、それはそれは。錦山のガキや、まだまだ極道の怖さ知らんで、年が20も下のガキに出し抜かれるかっちゅんじゃ。ラウカーロンか、ジャカまで絡んでくるとはな。はあ、大丈夫だキリュウ。ペンダントはともかく、連中がハルカをどうこうする理由はねえはずだ。伊達さん、ハルカは見たこともねえ母親探しにたった一人であの町に乗り込んできた9歳の女の子がだ。ただ母親に会いたい、その一心でな。ああ、ハルカが俺から離れようとしたって聞いたとき、俺は10年前のことを思い出した。何より大事なものを守りたい一心で自分のしたことを信じてた時の気持ちを今思えば俺は逃げたのかもしれないとも思う。その人間が背負うべき運命を見てられなくて、それを見届ける勇気がなくて、俺は奴の人生を無理やり曲げちまったんだと。だが心のどこかではこうも思うんだ。運命に逆らった自分は正しかったはずだ。大事なもん守るために必死になった人間はどんな壁だって乗り越えられるはずなんだってな。水木が死んで、ハルカはあの小さい体で必死に歯食いしばってる。あいつが運命と戦うなら俺はあいつのために命張ってやろうと思うんだ。こいつがあのジャカのアジト。そうだ、伊達さんは例のハルカの捜査を探ってみてくれないか。お前一人で行くつもりか。悪いが今の伊達さんじゃ足手まといになる。はっきり言いやがる。分かったよ。すまない。死ぬなよキリュウ。お客様、お一人様でしょうか。ラウカーロンに伝えろ、キリュウカズマが会いに来たと。いえ、あいにく当店にそのようなものはおりませんが。あの、お客様。
Yeah!
血流比面。哎呀！哎呀！そろそろ来ると思ってたよ、桐生一馬。12年ぶりか。ラウカーロ、なんでお前まで。島野さんに頼まれてね。なかなかでかいビジネスだ。俺はそういうのに鼻が利くんだよ。お前も100億お前らはこの娘の本当の価値を分かっちゃいない。島野にしてもそうだ。日本の極道っていうのは本当に頭が悪い。
ペンダントはどうした？とっくに売りさばいたよ。錦山にね、ドケチな島野には売れんよ。だったらもうその子には用はないだろう。逆だ。俺たちにはこの娘さえいれば十分。何？どういう意味だ？おしゃべりはここまでにしよう。俺は力でジャカをのし上がった男だ。キナ、マフィアの怖さを思い知らせてやる。お前は処分する。セイヤセイヤ、どうした？Yeah!
おじさん、ごめんね、ごめんね。桐生一馬、誘拐の現行犯として逮捕する。なんで誘拐になるんだ、須藤。お前だって見たろ、あの子はあいつに誘拐されたんじゃねえ。何度言われても同じですよ、伊達さん。何？何があろうと桐生の釈放はありません。伊達さん、だから言ったじゃないですか、手を引けって。では。はるか、はるか。おじさん。お前、ごめんね、おじさん。こんなことになっちゃって。私本当はおじさんと一緒にいたかった。だけどこれ以上おじさんに迷惑かけちゃいけないと思って。バカだな、お前は。俺が迷惑してるって思っていたのか。伊達さん。ああ、遅くなって悪かったな。あんた、こんなことしたらやばいだろうな。だがもう遅い。逃げるぞ、桐生。やっちまったか。すまない、伊達さん。ま、どちらにしてもクビだったんだ。遅かれ早かれな。それよりこの事件、思っていたよりも根が深そうだぜ。何か分かったのか。ああ、これ覚えてるか。遥をスターダストに連れ込んだ連中のバッジだ。花屋によるとこいつは政府の地下組織のものじゃないかってことでな。その線で調べてたら出てきたんだ、内閣府の地下組織 MIA ってのがな。 MIA？ミニストリー・インテリジェンス・エージェンシー。内閣が直接指揮を取る部隊だ。政治の裏工作から要人の護衛、責任者は警察庁出身の代議士神宮って男だ。こいつが100億や遥とどう絡んでくるかわからんがな。政治家か。ラウカーロンが気になることを言っていた。遥には100億以外の価値があると。100億以外の？ああ。どういうことかわからんが、もう一つとっておきの情報がある。東京湾の死体だが、あれ水木じゃない。え？鑑識で身元が判明したんだ。全くの別人だったよ。はっきりした証拠もある。博多だ。じゃあお母さんはまだ。そうだ、まだどこかで生きてるってことだな。あ、はるか、俺は弓を、お前は水木を探している。だがどんな危険があっても俺がお前を守る。必ず母さんに会わせてやるからな。ショー出てくる時につけられてたみたいだ。何？もしかするとジャカの連中かもしれない。くそ、仕方ない。キリュ、お前そいつで奴らの足止めをしてくれ。分かった。
いるんじゃねえか。おう組長さんよ、またしのぎ広げることになったからよ、金使わせてもらうぜ。おいこら聞いてんのか、こっちがせっかく動いてやるって言ってんだぞ。
てめえいい加減にしとけよ。返事もできねえのか。あのな、おめえはどこまで下手なんだよ。たく、まだ釣りのキリヌが根性あったぜ。まあ、奴がやっちまったことはまずいっちゃまずいとしても、キリヌは。誰がヘタレだって？誰が桐生よりも根性がないんだって？メイドの土産に教えてやる。堂島組長をやったのはこの俺だ。覚えとけ。同じじゃねえか。そうだ、そうだよ。とっくに道は決まっていたんだ。堂島を殺し桐生を見捨てたあの時から。やってやるよ。俺は必ずてっぺんに立ってやる。そのためなら何人だろうがぶっ殺してやる。そうだ、キリュウ、お前の携帯。ああ、すまない。シンジから伝言が入ってる。聞いてみろ。シンジです。さっき、錦山組の門から聞いたんですけど、兄貴の情報、錦のおじきに筒抜けみたいで、そばに怪しい奴がいるはずです。お気をつけて。伊達さん、花屋のところに行ってくれねえか。おお、お前無事だったか。どうした？一つ頼みがある。どういうことなんだ、キリュウ。もっと早く気がつくべきだった。歌堀のところに行った時、ニシキは俺宛に電話をかけてきた。あいつには俺の動きが見えていたんだ。ああ、それに水死体が水木じゃないな。その秘密は誰から。ユミは失踪中。遥と錦山が接触したこともない。なら出るぞ、キリュウ。セレナの映像だ。4日前の映像を頼む。お前まさか。そこだ、再生してくれ。ちょっと出てくる。いってらっしゃい。今キリちゃん出てったわ。なんか堀市の、そう、歌堀。わかった。それじゃ。
あのレイナが。嫌だよ、こんなの。キリュウ、お前がここに来る前、ハルカを探してほしいって女が来た。この話覚えてるか。ああ。この女だ。伊達さん、行こう、セレナへ。